はい、こんにちは、鳥居です。今私ですね、ウブンバスターミナルに来ております。で、実は今日これからですね、クタの方に行こうと思うんですね。で、ここからクタに行くには通常ね、K1 っていうライン、はい、これ使えばね、電波サーの街の中を突っ切ってクタまで行けるんですけど、今回はそのルートを使わないで新しくできました K5 というルート、これを使ってちょっとクタまで行こうと思います。この K5 っていうラインはこの部分を出ましてトパティを通ってサヌルの方をぐるっと回ってクタまで行くんですね。最近できた新しいラインなので、ちょっと今回はそのラインを使ってクタまで行ってみようと思います。では、早速バスの方に乗り込んで行ってみたいと思います。はい、ここがですね、そのトランスメトロで渡った K5 の、ラインの発着所になります。ウブも出ましてね、ずっとぐるっとバイパスを回ってベノア、それからセントラルパルキルクタ、ここまで行くラインです。はい、バスの北端で乗り込んでいきたいと思います。スラマシアン、はい、ということで無事バスの方に乗り込みました。もうちょっとまだね、出発時間まではちょっとあるようなので、ここでちょっと待ってようと思います。
はい、ということでセントラルパルキル北に到着です。今の時間がですね、10時50分、ウブンを、9時38分に出ましたので、だいたい1時間と12分ぐらいですねで到着しました。まあ途中のね、あの渋滞状況によってはね、もっと時間が変わると思います。はい、でね、あのウブンから実際ここまで来るのに、今回は K5 っていう路線を使って、あのサノールの方回ってきたんですけどね、実際は K1 っていう路線を使うともっと早く来れるんですね。ですので本当このルートは、ウブンから北に来るにはね、ちょっとね遠回りルートになりますんで、その点はご了承ください。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かったよ、役に立ったよってことでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をお願いいたします。また、ツイッター、フェイスブックで最新情報もアップしております。こちらのフォローもお待ちしております。では、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。